Here's Oda sensei. Let's ask him some questions. Oda sensei, what is ELF?ELF とは English as a lingua franca の略なんですけれども、共通の母語を持たない人たちがコミュニケーションのために使う英語のことを指します。 Who are our teachers? 一言で言うと、外国語としての英語を教える訓練を受けた先生方で、もう本当にいろいろなバックグラウンドを持ってられます。 Where are teachers from? And how many different Englishes?先生方は、まあ、楽器によって違いますけど、大体15から16国籍言えばですね。ただどこの国籍だからといって、そこの言語が母語が一致するわけではないんで、母語で考えると大体やはり10から15、通常いろいろなところからで、中には2カ国語、3カ国語でどちらが母語かわからないというような先生方もいらっしゃいます。 What are the components of ELF?卒業してから社会に出てから使える英語を養成するんですけれども、具体的に言うとリーディング、スピーキング、リスニング、それからライティングの4技能と言われるところを総合的に一つ一つ独立しないで学んでいくという体制をとっています。授業だけではなくて、作文の添削とかチューターとか、全面的に指導体制をとっているという、そういうプログラムです。 I can talk to your teacher from various countryHere is tutor room. I can also ask the question about English. After class, students like to study English in the lounge. Thank you very much, Oda-sensei. Do you have any message for our future Tamaga students and parents? 外国語を学習するってことは、英語に限らず可能性を広げることだと思うんですね。その可能性っていうのは、いろいろな人とのつながりはもちろんのことですけど、いろいろな情報を収集して、それによって自分の価値観をさらに再構築していくってことだと思います。玉川大学の ELF プログラムは、学生が卒業してから社会に出て、さらにそういうことを自分で続けられるように、そういうことを意識して作ってありますので、この可能性を広げていて、それから結果的には他の言語を学習したり社会に役立ちたりする、その一つのお手伝いとして皆さんと一緒に ELF プログラムを通して学んでいけたらと思います。